ぐらしてるこの世の中、積み木をそっと重ねたみたいに、どこまでも続くかな、それは僕の可能性。立てても崩れてしまう、その度倒れてしまうから、もう一度繰り返す、そんな力が欲しい。指先には寄せられ「できるならこの体に僕の全てに揺れて揺れて、自分の想い負けてしまってるなら、上からもそうしたからも僕は追い越されてく。世の中の時間は思ってる以上に早く流れる、背伸びしてギリギリの中、もの珍しげに見てるんだ。油揚げにバランスをとってる、照れくさそうに合図して正直ほっとしていた。誰かがいれば怖くはない、楽しみだってくれる、それは永遠に続いてくれない。悲しさや寂しさに襲われて、簡単な作業工程も嫌になり、しがみついて何も見えないふりしてる。足元が落ち着かない時は自分で自分を苦しめている。休む暇もないくらいスリルを味わってるから、積み上げて背伸びして揺れて揺れて。自分の想い負けてしまってるなら、右からもそう聞いて
ふらしてるこの世の中、積み切りをそっと重ねたみたいに、どこまでも続くんだね、それが僕の可能性。どうも、虹色ライダーでございます。虹色映像始まっておりますが、勝手にまあこれ別日で撮ってるんですね。歌ってる人は別なんですけれども、まあポッシビリティというオリジナルを聞いていただきました。まあポッシビリティ、可能性という意味ですが、まあこれは、今から何年前だ、12年ぐらい前に作った曲で、まあすでに上げてるんですけど、 YouTube でもね、あの詩集本を歌うっていう、詩集本の中にある曲たちをまとめた動画、その中に入ってるので、タイトルとしては出てきてないのと、前のアカウントではあの出してたけど消えちゃったっていう感じなので、改めて歌いました。で、まあ、なんで改めて歌ったかというと、あのキーを変えたんですよ。うんあのそんなね、そんなっていうか全然知られてないから、そのキーを変えたかどうかなんて別にどうでもいいと思うんですけど、一応違い高くしました。はい。で、そう、前の時はキーが全然違ってて低かったんですよ。でもギターの音が好きだったからあえて変えてなかったんですけど、やっぱキーは自分に合った方がいいなと思って改めて最近変えて、それでまあ、せっかくだからあげようかなという感じです。はい、何度も聞いていただきたいなと思いますが、ガタガタ聞こえます？これ今シャッターね、ほら今閉めてますけど、ちょっと風が強いんですね。風が、そうだからね、本来だったらこういうただ喋ってるだけの動画とか、こう外のいいこう景色、羊蹄山近くにあるし、洞爺湖目の前にあるんですけど、そういうのをね見せながら喋った方がいいんですけども、とにかく風が強くて、この辺はもう風の音しか聞こえないと思うんで、こう車庫の中で、撮ってますということでね、これからもオリジナル曲とか撮れる隙があれば、うん、本当歌歌うのはチャンスがないと今は歌えません。まあ、天気も今まではちょっと冬っていうのもあって、この中ではちょっと歌えなかったんですね。車を置いてたり、異常に寒かったりとか、もう中に氷ができちゃったりとかしてたんで、まあ、これから暖かくなって、いろいろチャンスも増えるかなと、子供もどんどん成長してね、そういう機会も増えるかなと思いますんで、できる限り歌の方も、どんどん上げていきたいと思います。また、まあ、ほとんど車庫になると思うんですけど、外風強いからそこだけはちょっとね無理ですね。はい、というわけで、まあ、汚い車庫ではございますが、こう角度を変えながら景色を、ね、景色を変えながら決まってるんですけどね、はい、やっていきたいと思います。株ですね、はい、妻の株ということで、はい、見えないけど見る、黄色、はい、はい、はい、というわけで、今回はポシビリティ、聞いていただきました。本当に何回も聞いてほしいなって思ってます。というわけで、さよなら。